ちのアングルがいいよって言って、うん、こっちで続けていいよって。いやいや、逃げなしね。いや、ちゃんと見ようかな。そう、あそう、確かに確かに、まあ、確かに近かったらパンチの強かったけど、まずそのカット版も貼っとる理由もまず誰か聞いてやろう、うん、いかにやられた、いかにやられた。嘘やったってことですか。エギじゃなくて、自分がいかになってエギでとかじゃなくて、それならなんか感じもまあ分からんでもない。あ、なんか分かってきたエギみたいな感じですよね。ちょっとエギの意味の量は分かってない。取って大丈夫なの。ダメ、ダメ。ニカハットでちょっと行った方がいいかないですよ。ゴブ太郎の攻撃を耐えたメンバー5名、この後食事を取る。で、手のぬるぬるなって赤。ああ、すごく中に俺もだけどパッチリパッチ肩がもう全然よ。なんで食べちゃう。それ水じゃないですか。いやいや、全然熱くなかったね。水でしょ。いたずら、これそういういたずらがあるんですか。水じゃ、お湯じゃないっていうパターンあるんですか。もうカチカチなんですけど、食べちゃう。もうカチ、いただきます。絶対うまいやつやん。いい、おゆ全然先にどうぞ。白かね、もっちゅう。あ、そっか、うん、塩焼きとババ選んだとか、うん、あ、おめでとう。いただきます。これ初めて食べるかも。ちょっと待って、これ一番最初に買った後になかった。なんでこれ、なんで買った後になかった。おかしいな。うまい、やっぱちょっとずつしか出らんない。自分で選んだ。いいの選んだ。選んだ。ナイス。ちょっとずつしか出ないけど、全部入れたかった。結構でよっすよ。うん、はい、言ったんやなけ、混ぜんばこんこうなるって言ったんや。そういえば混ぜよっとや、言ったんや、こう吸うよって言ったんや。混ぜてからじゃないと、うわっか吸うんだよって。そういえば混ぜよっとや。マジ匂いのヤバだもん、これ美味しい。あ、それヤバだわ。もうなんか爆竹食いよるみたいな感じ。普通に出来上がりました。金ちゃんと一気にガッツでいくやろ。ガッツガッツ、もう多分止まらんと思う、うん、吸いながらこう、うん、永久にこう、永久に、うん、いけよ。いただきます。どうぞ。マヨネーズあったら最強やけどな。うん、まあ、怖い。すすれんタイプの人っすか。もうバキバキやん。やばっ。え、そう、クンクン言うと、それ絶対からかやつやもん。ちょ、クンクン言うのやめろって。いや、まだ言うよ。無理でしょ、クンクン言うって分かんない。クンクンはせこい。物言わずにクンクンだけやって、めっちゃくちゃ辛いっすよ。素晴らしい。人袋はやばい。人袋だったら分かる。人袋っすよ。よーい、スタート。よし、これでちょっとお腹も満足したけど、うん、なんかゲームしましょう。あ、いいね。腹を満たしたメンバー5名、これから罰ゲームトランプを行う。最初はグッジャンケンポイ。はい、こでしょ。はい、こでしょ。最初はグッジャンケンポイ。え、負けた人から引いた。いやいや、勝った人から。そうかそうか。最初はグッジャンケンポイ。怖っ。
あー、そういうことね。なんか最初はグーじゃんけんぽい。弱いわ。じゃあ、でせーのでバンと出します。せーの、最悪マジで超最悪。第1回戦罰ゲームを行うのはひょうちゃん。はい、見ないようにしてください。ロボットダンスですね。ロボットダンスですね。じゃあ3、2、1言って言いましょうか。そっちの方がいいでしょ、うん、いきますよ。3、2、1、はい。いいですか、じゃあ、はい、いいですよ。ダンスになってったかって言ったらどうかなと思うんですけど、あの筋肉マンのいっぱい手のあるやつみたいな、あ、アシュラマン、アシュラマンみたいな、カモン、誰も何も悪くない空間だが、ヒヤリとした空気が流れ込む。せーの、くるな、持っとるな、マジで強いね、持っとるわ。これでいいか、ええ、30秒間右隣の人の椅子になる、になる、変わった階段だね、ポジション、うん、右隣の人の椅子に、椅子になる。ああ、なるほど。あ、じゃあこのままゲームをすればいいんですね。ゲームはじゃあ続けよう。金ちゃん乗っていい。これまだ楽かったね、うん、今回。こっから、外しても、じゃあ30秒いいんですよね。30秒30秒、どうぞどうぞ。いいですか、まあ、いや、もう別にあの気の済むまでしちょっと。いや、ダメダメ、30秒。はい、アウト。アウトです。気の済むまでしちょっと。いや、ダメダメ、30秒。全然わからんよ。俺もわからんかった。普通に払っちゃった。普通に払っちゃった。引き締めが一です。よーい、スタート。せーの。誰も得をしないゲームを続けるメンバー5人。こっちもきついけん。こっちマジきつかった、翔ちゃんのやつ。最新のうんちくを一つ。わ、得意なやつやん。得意やけど、全然さっきのロボットダンスとかのが下のかは。アクション系がいいよね、うん、その話とかと。まあまあまあ、釣りの仲間やけん、ちょっと釣りうんちくで。釣りうんちくで。巷でこう言われてる話ですけど、あの銀河ってソロ勝ち。っていう話。おー、ラストにします、とりあえず、うん、傷の深さを感じた5名、ようやくラストゲーム。お願いします。似てると思う芸能人。自分は似てると思う芸能人。3、2、1。キャ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 、キョッピリした、キョッピリした。わかりました。誰、さかなくんでしょ。さかなくん似てるでしょ。似てなくはないですけどね。そういう言われればみたいな。まあ、やったな今の。なんか別にモノマネ先生は人にしてる感じになってる。まあいいよ。よし、作ったやつこれ。アウト。ちょっとやばいですね。ちょっとやばいな。モノマネ先生は人にしてる感じになってる。まあいいよ。よし、作ったやつ。しょうがない。しょうがないです。はい。
いきます、よーい、スタート。マジマジか、昔は厳しかったぞ。抜けましたね。なんか一人持ち時間2分のありましたよね。あったっすね。いや、俺最初使いたいです。あ、2分でしょ。どうぞ。あ、じゃあちょっと2分ですか。ちょっと今日ね、せっかくリルレさんのね、リルレさんの何だっけ、あれちょっとなんかわかんなくなっちゃった。あれちょっとリルレについて教えて。駅伝隊の主催者はリルレ、年齢は非公開、見た目年齢は48歳。リルレという YouTube チャンネルを開設している YouTuber。 当チャンネルで以前は顔出しをしていなかったが、ここ最近は顔出しをするようになり垢抜けた。いろんなことに興味を示し、釣りに始まりアナルの開発までを行う研究者。自身でも自費出版の著書である遺言の中で、俺は探求者、興味を持ったものはひたすら探求すると語っている。ああ、そうなんだ。マー君について調べました。マー君、年齢34歳、肥満型の中年男性。現在はダイエットに勤しんでいる。そんなことより息が臭い。いやいや、ひどいひどい。ブレスケアを購入しますか。アマゾンでブレスケアをカートに入れておきました。いやいや、出しとけ。アウト。アウトです。アウトですね。今の綺麗に笑いましたね、自分で促すように笑いましたね。アマゾンでブレスケアをカートに入れておきました。いや、出しとけ。ありがとうございました。マー君2回目。2回目。そっか。いきます、よーい、スタート。また一人が。いや、また一人けど、残るのきついね。残ったら残ったら、なんかせんの、なんかしましょう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 。じゃあ俺、2分使おうかな。あ、どうぞ。ちょっと仕込んできます。何だこの久々下山してきてみたら、最近の世の中どうなっとんじゃ。さっき食ったぞ俺は。何これ。なんでこんなうまいもんがあるんだよ世の中に。衝撃の味よこれ。あ、うまいってこと。うまい。横顔よ。誰の横顔よ。そのままゴリラ。で、一体型だよ。そのままゴリラ。そろそろ山を登るわ。山から猿が降りてきてファミチキを食べてうまかった。ただそれだけ。開け、開けて。はい。ここで再度飛脚を投入。うわー、ゴブ太郎改め北の国からでおなじみの黒板五郎さんだ。よし、これ、何やんだよ。ゲームです。ゲームです。さっきやってたんですよ。五郎さんから。五郎さんから。引いてまだ見たらダメですよ。みんな引いた後に。これだ。はい。せーの。罰ゲームやります。芸能人のモノマネ。芸能人の、はい、日本列島ダーツの旅。冗談じゃないよお前。